外したら、よいしょ、はい、そうするとこうやってきれいに魚が、今度ここにお腹のこの腹に硬い骨があるんですね。これ腹骨っていうんですけど、これをこれ今から取っていきたいと思います。包丁根元から引いて外していく。これもノコギリのようにジグザグしていく。根元から入れたら手で押さえて引いて、ゆっくりでいいんで引いて、このまま引いて、でこれでまだ外れないんだったらもう一回上からスタート、でもダメだったらもう一回上からスタート、全部ワンウェイですね。引くだけ、何回でもいいんでね、ゆっくりでいいんで、はい、そうするとこのね腹骨が外れる。そうするとね、ここの 身がね、すごい汚くならないんです。綺麗に剥がれるんですね。手で押さえて引いて切っていく。スーで、はい、最後までいかなかったらまた上から引いて切っていく。スーで、これで外れました。はい、そうするとね、非常に身が綺麗に取れるようになります。そしたらですね、アジにはね、ここに小さい小骨があるんですね。これを今から取っていきます。はい、そしたらですね、これまあ骨抜きというの、これまあね、まあどこでも多分いろんな国で骨抜きが売ってますね。これダメですよね、これのね、ちゃんとした魚のやつを用意してください。そしたらちょうどここから骨がずっとここまでついてるわけです。で手でこう触ると分かるので、身を崩さないで手で押さえながら、これを一個ずつゆっくりでいいんで抜いていきます。こう抜いて、でこれをちゃんと抜かないとですね、食べた時に骨が口の中に入って刺さったりして危ないので、この作業は本当に大事なの でよくね、ここの、ね、内側にも太い骨が残って、よく残し忘れ、取り忘れっていうのが多いので、絶対ここは確認してください。ここの骨が一番太いんでね、これ今あります、わざと残しておいたんですけどね、今取りますよ。これなんですよ、この骨、これがね本当にみんなね取り忘れる人が多いので、必ずこの頭とこの外した身のところはね、手でこう触りながらですね、しっかりと取るようにしてください。で皮の剥き方を今からやっていきたいと思います。アジとか小さい魚っていうのは包丁でやるとやっぱり皮が薄いので切れてしまうんですね。ですから、まあ、今からちょっと綺麗な皮の剥ぎ方をやっていきたいと思います。まずこの頭のこの部分をつまむで、ちょっとやるとこう剥がれるわけですね。ここを持ってこの包丁のこの峰の部分でまな板につけるわけです。そしたらこのまままな板に包丁をクックックって横に振り出して途中まで引いてあげる。そうですね、ここまで剥がれるわけですね、はい、そしたら包丁を置いて手で押さえてスッと一気に引いてあげると綺麗に皮が取れます。もちろんこうなればもう骨も残ってないです。お子さんが食べてももう柔らかい身になりますので、フライにしてももう柔らかい、チキンナゲットみたいに柔らかい、何も骨が入ってないんで、もちろんあとはこれで刺身にするなり寿司にするなりして、せっかくなんでね、今からアジの刺身をちょっと作っていきたいと思います。これはね、今ね、皮目に切り身を入れて、ちょっとこう切り身を入れることによって、まあ、醤油つけた時に海苔が良くなったり食べやすくなったりします。やっぱアジはね、やっぱ非常にちょっとねこう、まあ、癖のある魚ですので、こういうレモンとか使ってみると結構、まあ、あっさりとして美味しく食べられます。で刺身っていうのはね、本当はやっぱり切れる包丁で切ると全然味も違うのでね、まあ、もしね皆さん日本のこの和包丁を使ってチャレンジしてみたらいいと思います。はい、アジの刺身できました。盛り方としてはね、こうやっぱり奥を高く、手前に行けば行くほど低く持っていくとすごい見栄えが綺麗になったりします。本当にまあ脅し方とか切り方は難しいかもしれないですけど、自分で作った刺身はですね、食べるとやっぱりすごい美味しいので、ぜひとも皆さんね、チャレンジしてみてください。